ある夜のこと、一人の男が歩いていると、突然雨が降り出した。男が困っていると、一本の傘が道に落ちている。こんなところにあるのなら、きっと捨てたものに違いない。そう思い、男が傘を拾い上げると、傘はくるりとこちらにひっくり返った。そしてそこには、大きな一つ目と大きな口で、こちらを見て笑う顔があった。からかさお化け、かさお化け、かさ化けなど、地域によって多くの呼び名のあるからかさ小僧。一般的に一つ目のついた傘が一本足で飛び跳ねる姿が多いが、目が二つついていたり、長い舌を伸ばしていることもある。傘から二本の腕が伸びていることや、二本足の場合もあり、その多くが古いからかさの姿をしている。からかさ小僧は一般的に男の妖怪として認識されているが、からかさお化けで言われる場合、男は右足で、女は左足だという説もあるようだ。また、鳥取県では、からかさ小僧と同様に、一つ目で一本足の幽霊傘という妖怪が出現すると言われている。見た目は似ているが、人を脅かすだけで悪さをしないと言われているからかさ小僧に対し、幽霊傘は、強い風の吹く日に人を空に舞い上げてしまうという。からかさ小僧は室町時代の絵巻物にはすでに登場していたようだが、その当時は今の姿とは少し違い、畳んだ傘を頭部にいただいた人型の妖怪で描かれている。今のような一つ目一本足の姿は江戸時代以降の絵画に見られるようだ。人間の生活で使用する道具には古くなると変化する能力を持つこともあり、これをつくも神というが、この妖怪もその一種である。有名な妖怪である反面、地域などに即した具体的な伝承はほとんど残されていないとも言われており、絵画上でのみ存在する妖怪と分類されることもあるが、新潟県の伝承ではからかさ化け物というからかさ小僧に似た妖怪が出たと言われている。具体的な伝承はほとんど残されていないにもかかわらず、それでもからかさ小僧はどこか現代の人を引きつけるような魅力を持っている。昔、少年と母親が二人で暮らしていた。ある日、少年は母親に新しい傘を買ってもらった。今まで母親と一緒の傘に入っていた彼にとって、自分だけの傘は少し大人になれたような気持ちにさせてくれた。雨が降るたびに傘を取り出し、用もないのに散歩に出かけた。晴れた日でも時々傘を差しては散歩に出かけていった。ずっと大事にしてた傘もいつしかボロボロになってしまった。ボロボロになっても少年にとっては大切な宝物だった。雨が降るたび傘を取り出し出かけた。ある日、少年は母親に新しい傘を買ってもらった。新しく綺麗な傘に少年は大喜びした。そしてボロボロになった傘には見向きもしなくなってしまった。あれほど大切にしていたボロボロの傘は納屋に置きっぱなし。そして二度と手にすることはなかった。納屋にしまわれた傘はいつしかなくなっていた。しかし誰もそのことに気がつく人はいなかった。ある時、傘のお化けが出るという噂が立った。そのお化けは何か危害を加えるでもなく、ほどけながら人を脅かしては満足そうに消えていったそうだ。誰からも忘れられ、つくも神となってこの世をさまようからかさ小僧。人を脅かすだけで悪さもせず、とぼけて舌を出し笑うその姿は、ただ自分のことを忘れないでほしい。そう願っているようだった。